こんにちは、ひなたです。今回は、今制服をね着てるんですけど、学校帰りで、頑張ったご褒美にコンビニでご褒美を買いに行こうかなって思います。もうねセブンに今目の前にいるんですけど、じゃあ今からご褒美を買いに行っていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、買ってきました買ってきました。たくさんね買いました。じゃあお家に帰って紹介したいと思います。はい、ということでお家に帰ってきました何の拍手。じゃじゃん、こんな感じでたくさん買ってきました。ちょっとね、アイスがあるので、じゃ早くあれを紹介しないと。じゃあどんどん紹介していきたいと思います。何を買ってきたのか、まず最初はこちらです。リフトンのアップルティー、アップルティー青リンゴ&赤リンゴです。はい、なんかこの紙パックの飲み物、なんかちょっと放課後感あるなって思って、謎のちょっと憧れで、はい、買いました。あと、普通にリプトンのやつが、リプトンの飲み物もすごい好きなので、なんか普通のアップルティーはあるけど、これ初めて見たんだよね。この赤リンゴと青リンゴどっちも入ってるやつ初めて見ました。絶対うまいやん今回はちょっとおやつメインで買いました。続いてこちらシャリモニグミですね。これマジでグミの中で一番好きって言っても過言ではないぐらいめっちゃ好きなグミなんですけど、このシャリモニ最近出たのかな、なんか今ちょっと流行ってない、これ。見た目が可愛いのと、普通に味、食感がすごいね、面白いの。これあれみたい、地球グミの青い部分のところみたい、なんかマシュマロとグミが合わさった感じ。すごいふわふわしてるんですけど、周りはこういう感じでザラメがついてるので、すごいシャキシャキしてめっちゃ食感も面白いし、味もめっちゃ美味しい。ヨーグルト味ですね。本当に見た目はこんな感じですね手動めっちゃヨーグルト、ビフィズスキン入りだっていただきます。うますぎてわかる、聞こえたいもん、シャキシャキ。その音で聞こえたごめんなさい聞けたいという感じで、食感がね、私めっちゃ好きなのよ。これシャキシともするし、もちもちともするしね。これ私このままでも好きなんですけど、凍らすとより美味しいです。凍らして食べるとなんかアイス食べてるみたいで、めっちゃ美味しい。はい、続いてこちらですね。私食べっ子動物めっちゃ好きで、ちょっと見つけて買いました。美味しいよね、食べっ子動物。でもなんか最近あんまり食べてなくて、ちょっと久々に食べたいなと思って買いました。続いてこちら、これは初めて買いました。今回技のこだわり、これはせんべいですね、多分。で、私味濃いのめっちゃ好きなんですよ。二度漬けって書いてあって、味が濃厚って書いてあるので、絶対うまいやんと思って、多分固めなんですよね、このせんべい。ちょっと食べたいと思います。初めて食べるからどんな味なの。こういうせんべい、ああもう絶対美味しい、もうね絶対美味しい食べなくても分かる、めっちゃ色濃くない。いただきます。うん、赤っ、うまっ、味濃最高に美味しい。はい、次はこちら、シゲキックス。シゲキックスめっちゃ好きで、私酸っぱいのがねすごい好きなんですよ。梅干しは嫌いだけどこれユウハ味覚糖の多分中でも一番酸っぱいであろう
グミとされてるものなんですけど、これマジで酸っぱいんだけど、なんか癖になる味で美味しいんですよね。次、こちらスモークチーズですね。これ私一回食べたことあってめっちゃ美味しかったんですよ。なんか見た目がソーセージみたいなんですよ。で、最初友達にもらった時に、ソーセージって思って食べたら全然違かってチーズだったんですよ。こんな感じでめっちゃソーセージじゃない、見た目超ソーセージなんですけど、中はちゃんとチーズです。うん、マジ美味しい。これやばい。もうサキチンがめっちゃ好きだったんですけど、最近これに浮気してます。言い方。ラストですね、アイスです。こちら、これもうね、マジで最近ハマってる、もう超美味しいアイスです。ブリュレになっててめっちゃ美味しいんですよ。もうおしゃれじゃないですか、見た目。まあ、ちょっとお高めなんですけど、まあ、今日はご褒美ということで、まあ、ちょっとぐらい贅沢してもいいかなと思ってこのアイスにしました。ちょっとじゃあこのブリュレを皆さんにお見せします。あ、でもちょっと溶けていい感じかも。これあえて私電子レンジで10秒20秒ぐらい温めてトロトロにして食べるのが好きなんですよ。表面が砂糖に。もう絶対うまいでしょ、見てわかる。ちょっと溶け、アイスが溶けた時に食べると食べやすいし、うまい。こんな感じ、めっちゃ美味しそうじゃない。私アイスの中で一番好きかも、これ。頑張った甲斐がありますね。ということで今回は、まあ、ご褒美でね、コンビニでたくさん買いました。いや、もう全部これは初めて買ったからなんですけど、全部本当に美味しくておすすめなので、ぜひ皆さんコンビニに行ったら買ってみてください。はい、じゃあもうこれをね、お供にね、まだ課題とかも残っていますので、お家でやりたいと思います。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。いいと思ったらこれ、チャンネル登録もよろしくお願いします。では